はい、というわけで館内の方もありがとうございました。どうせだったら温泉とかに入ってもらうのが一番分かりやすいですよ、はい、実際入っていただくといいご感想いただけると思うんで、だってファンになったぐらいですもんね。そうですね、どんな魅力が詰まったところなのか。どうでしょう、ここはちょっとどこか一日ですね、はい、温泉施設ですね、はい、できればですね、はい、どこか日付を決めていただいて、はい、その日に、まあ、来た方全員がですね無料で入れさせていただけるような企画をやっていただけないかなと思って。なるほど。無料で。無料で。お安くとかじゃなく、もう完全に無料。無料。もう入ってきてもらって、はい、もう財布持ってこないで帰るっていう状態。なるほど。信玄君山梨大使。そうだよ。ちょっと出してあげたら。どういうこと？なるほど。え、ちょっと待って、どういうこと？え、俺が出すってこと？せっかくなんで1000円を ちょっとなんでこういう話になるの？待って迷路会計です、はい、迷路会計ですけど、いや、言ってること絶対おかしいでしょ。え、だって待って、お前な、よく考えろ。世の中には2つ仕事があってな、仕事をして対価をもらう、これ1、2個目はボランティアって言って無償で働いて対価を求めずに終わる。お前って言ってるのは3つ目なんて分かる。配信もね、取材も全部無料じゃないですか。で、お金を俺が払うの、ここの。それ、ありがとうございます。いや、なんでこの流れなんだ。じゃあ何、その当日来た人は、1人来たら、僕が1000円払うんですよ。100人来たら。カウントはこちらでやる。おかしい。何やったらおかしいですよ。じゃあ、半分半分しましょうよ。僕。そう、半分半分。ちょっとおかしい。でも僕払うのおかしいですよね、絶対。大使じゃないし、柳原からも募集いただいてない。じゃあ僕も、はい、もらってないし。まあ、山梨大使。ああ、まあ、余計なこと言うな、お前。本当に今だけだな。じゃあ、じゃんけんしましょう。男らしく。じゃんけん。僕が勝ったら、はい、でも、全部払ってください。僕がですか？そうですよ。公平じゃないですか。今度第2子が生まれるね。いや、僕生まれたばっかなんで双子がこのちょっと失礼します最初の人で最初の人で本当に待ってください。 OK です。ちょっと待って、柳谷さんの名前を僕で誓います。ちょっと嫁に手を動かして俺だってかけたいわ100人来たら100万円、10万円ってこと？はい、ちょっと待って、本当関係ないじゃないですか。ここ関係ないって言ったら失礼だけど、はい、俺こういう時弱いんだよね、じゃんけん。最初はグー、じゃんけんポン。どうして？負けたんで、はい、払います。ありがとうございます。じゃあいつにしましょう？ちょっと確認してきます。はい、わかりました。お前ボーナス入るって今年。お待たせしました。はい、はい、5月の、はい、21日。はい、あれ今日何日だ？今日は5月の13日です。来週ってこと？もうやるの？はい、もうはい、全然。あ、明日だ。動画配信できない。21日のお客さん来ました。はい、どうしたらいいですか？受付があります、はい、当日の説明しますね。はい、どうもこんにちは。で、日帰り入浴信玄くんにおごられに来ました。腹立つな何時か何時前ですか？ちょっとチェックインのお客様。あ、そうですよね、はい、旅館ですもん。あります。11時半から14時半ですね。14時半、はい、2時半に受付が終わった社内に、はい、そのお客さんが帰る時間っていうのが2時間ぐらいで、はい、はい、ですね、というわけで、まあ、もうこうなったらちゃんとやるんで、5月21日、午前11時半から午後2時半まで湯村温泉柳屋さんの入浴料金は全部僕がおります。で、僕当日一人、お客さんが一人入るときにチャリンチャリンってなってます。はい、もう簡単なんで若旦那の方に当日来ていただくときは何か PR をしていただければと思います。どうぞ。俺がどんだけ振られたと思ってるんですか本当に去年、はい、正式に発表したんですけど、はい、湯村温泉というのは武田信玄が実際に入ったと、
唯一残ってる架空私有ではなくてストレートに信玄の湯だったと。えなんかすごい愉快を感じますね、はい、僕信玄君の名前やってるんで、はい、ということなので、すいません邪魔して、はい、ぜひ、はい、信玄を使ったであろう、はいはい、お湯を堪能していただければと思います、はいはい、では皆さん5月21日当日私もここにいますので、はい、当日の様子はちょっとまた動画、はい、お客様来たらねモザイクするので、はい、一応こんな様子だったように配信したいと思うので、はい、またそれはそれで撮影して、はい、配信したいと思いますので、はい、信玄が入った湯、そして今現代の信玄が入った湯ということで、はい、まあ、今から入るので俺も入らせてください。ああもちろんもちろんちゃんと一人としてカウントします。俺も変えとるのというわけで当日皆様楽しみにしてふるってご参加ください、もし動画面白かったら、チャンネルの登録、高評価ぜひよろしくお願いします。お願いします。またね、概要欄にね宮城さんのホームページに URL 貼っておきますので、はいはい、ありがとうございます。普通に来ていただけると嬉しいですね。はい、ぜひ、はい、というわけで次回の動画に会いましょう。それね、若旦那コーヒーを持って、はい、いいじゃん、やるじゃん、ちゃ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 ん、また見に。